ときめきメモリアルカールルサイド3、深く親友ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はこうちゃんとボーリングに行ってきたところですね。で、もうあれか、週末にはお正月ですね。バイトマスターか。片付け終了っと。今日もすごく忙しかったな。年末年始はガソリンスタンド忙しいでしょうね。お疲れ様。あ、店長お疲れ様です。君本当によく働いてくれてすごく助かってるよ。それで相談なんだけど。あ、ちょっとごめんなさい、相談は難しいですね。ちょっと高校卒業したらこのままここに就職しないか。まあ考えておいてくれ。はい。このお店に就職か。ちょっと考えてみようかな。ちょっともごめん、考えないけど。一流れ台に行きたいんだけど、ちょっと心配だな。行けるかしら。今年一年を振り返ってみると、アルバイトよく頑張ったよね。新しい一年の始まり、なんだかすがすがしい気分。あ、年賀状が届いてる。ルカ君のだ、素敵なカードだな。手書きのうさぎかわいい。これは光一君のね。かっこいいけどかわいい。光一君らしいな。これは宇賀神さんだよね。難しいな。恋愛運は秘密ってどういうことだろう。カレンからだ。QT3 の年ってどんな年だろう。大迫先生からだ。うさぎだよね。ちょっと細長いけど。誰だろう。俺だ。ああ、おめでとう。やっぱり光一くんだ。明けましておめでとう。おう。お前よ、初詣行ったか。今年はまだ。光一くんは？それよ。ああ、行くか、初詣。うん、一緒に行こう。よし。じゃあ家で待ってろ。そっち行くからよ。うん、わかった。準備しとくね。おう。やっぱ、あれか？準備っていうと。今年はあれよ。あ、いや、なんでもねえ。そんじゃよ。さてと、何を着ていこうかな。こいつをもらったからね、ちょっともうずっと毎回のようにつけなきゃね。これ見よがしり。来たぞ。光一くん、明けましておめでとう。おう。明けましておめでとう。ああ、その、まあ、おめでとう。お前、それ、よ。あ、うん、振袖着てみたんだけど。そうか。どうかな。おう、悪かねえよ。綺麗だ。なんて。いや、なんか言ったか。すごく気に入ってくれたみたい。いいから、ほら、行こうぜ。正月からこの人だ。分かっちゃいたけどな。おう、行くぞ。うん、はぐれたらどうしよう。そん時は家に帰りゃいいだろう。ガキじゃねえんだ。それはそうだけど。おう、そうか。じゃあ、あれだ。
あれ？手貸せ。繋いどきゃはぐれねえから。うん、ありがとう。今年は何をお願いしようかな。じゃあ今年はこうちゃんとの恋愛成就をね、お祈りしとけましょうね。その相手は、もっと光一くんと仲良くなれますように。その願い叶えて神ぜよ。あれ、なんか叶いそうな気が。この前すごい人混みだったね。どいつもこいつもてめえの願い事で必死だからな。あぶね。小一くんが前を歩いてくれたから助かっちゃった。おう、そうか。まあどうってことねえけどよ。あ、おみくじ。じゃあまあ一応引いときますか。引きてえのか。小一くんも引こう。嫌なこと。運任せなんだから知っといた方がいいよ。ほら、さて私の今年の運勢は末吉か。でも今日じゃないだけよかったかな。小一くんどうだった？吉だ。なんだこりゃ。普通ってこと？普通だ。そんな運じゃ任せていいか分かんねえじゃねえか。努力次第ってことだよ。なことは神様に言われねえでも分かってんだよ。手抜きやがって。罰当たりだな。おい、気合い入れて願い事してたじゃねえか。うん、ちょっとね。なんだよ、教えろよ。ダメ、人に話しちゃダメなんだよ。ちっ、どうせ小遣いあげろとかそんなもんだ。お前の願い事は全然違います。ほら、ついちまった。強情な女だな。じゃあ私が教えたら光一くんも教える？おう、上等。あ、いや、何？家内安全だ。なんか嘘っぽいな。ねえ、本当は？バカ、男は軽々しくそんなこと言わねえんだよ。男って関係あるの？まあ今年もよろしくな。じゃあよ。気になる。でも今年もいい年になりそう。組み合わせの外出イベントの2個目をね、ちょっと狙って頑張りたいと思います。間違えた。あれ、あそこにいるのは。したら先輩。藤谷。あ、しおりちゃん。どうしたんですか、二人仲良く。仲良くってなんだ、普通だ。
怒んなよ、せいちゃん。買い物してたらさ、迷子になったからここで運転手さん待ってんだって。俺じゃない、彼がはぐれたんだ。したら先輩、せいちゃんって呼ばれてるんですね。なあ、もうあっち行けよ、ルカもお前も。ほら、お迎えだ。坊ちゃま、お待たせしました。じゃあ俺は帰る。ルカ、お前も家に帰れよ。遅い、不良に絡まれた。え、お怪我は？相変わらずだな、せいちゃんは。せいちゃんか、幼なじみっていいね。俺たちも幼なじみだろ。そっか、うん、そうだよね。やっぱりちょっと羨ましいかも。結婚が発生すると思うので、過去の結婚でね、ルカとの親愛状態になる前のね、親友の会話を聞けば一応ね、9個目なので、親愛状態前の会話はこれでコンプリートっていう感じですね。なのでちょっと今外出結構タイムリープして頑張ったけど、またちょっと今週やらないといけないですね。それが終われば、次ね、やっと嵐さんを出せるので、少しね、また唐揚げの幅が広がりますね。今週はバッチリ。あ、てか結婚しなかった。今週は楽しかった。星の導きの通りやったね。来週かな。お泊まり会か。いたいた、バンビー、お泊まり会するよ。あ、カレン、お泊まり会？いつ？今夜、カレンの家で。ここは来週か。まあそれなら、このお泊まり会が入るとちょっと厳しいからね。そう、どうする？きっと楽しいよ。うん、行く。やった！バンビ、愛してる！楽しみ。うん。じゃ、また後で。じゃあね。お泊まり会楽しみだな。ごめん、待たせちゃったかな。大丈夫、じゃ直行出発。やっぱり素敵な部屋だな、羨ましい。火の打ち所がない。ふふ、さーて、お茶入れよっと。今日はどの茶葉にしようかな。おっと、こんな時間。じゃあ部屋行こっか。うん。おじさん臭い。またこんなの着せて。とは言っても着るんだな。ねえねえ、ところでバンビー。何？今気になってる男子いるの？正直に答えて。親友だとまたなんか違うこと言ってくれたりとかするのかな。
る。誰？とりあえず普通にこうちゃんと答えとこうかな。こういちくんかな。こういちくん、彼すっごく変わったよね。誰に対してもというわけじゃないみたい。だよね。バンビは特別扱いされてるっぽい。実は結構脈あり？それどころじゃない。バンビを狙う野獣。野獣？そうなのかな。今日は楽しかった。私の恋がたきのことも聞けたし。なんて？まだ聞き出したいことは星の数ほどある。恋がたきってこのぐらいで勘弁してね。さて、いい時間だしそろそろ寝よっか。そうだね、じゃあ電気消すよ。まだ眠くない。ダメ、夜更かしは美容のためにも絶対禁止。はーい。おやすみ。いろんなこと話せて楽しかったな。月光は今週出なかったから、この週かな。で出てくれるといいんだけど、出なかったことを考えてルカとデート誘っときたいけど、この辺にしとこうかな。はい、もしもし。あ、ルカ君、藤谷だけど今大丈夫？平気、ぼーっとしてただけだから。どうした？うん、じゃあ本当は行くとイベントが多分出るんですけど、まあ、この内容ならあえて見るのもいいかなと思うので牧場に行きます。1月23日に牧場に行かない？いいよ、10までだったら代役やってやる。こうちゃんと牧場に行ってね、クリストファーの話聞いたし、ちょっと見に行きますか。一応冗談のつもり。じゃあ1月23日にバス停で待ってるね。俺もワクワクしながら待っちゃおっと。そんじゃね。やった、早く1月23日来ないかな。あ、あれか、メールかな。あ、こういちくんからのメールだ。お前何ペラペラ喋ってんだ、だって。カレンかオガリンさんが何か話したのかな。ちょっと今日は寝とこう。断ないで、そろそろちょっとお願いしたい。ルカくん、ねえ、お茶して帰らない？それだ。よかった。俺なんか甘いの食う。お前は？私はねほら早く行こう。ところでルカ君。うん。じゃあ最後のね、最後の選択肢、男女の友情について。ねえ、ルカ君は男女の友情ってあると思う？友情、
やっぱり男女だといろいろ意識しちゃうとかある？なんてこと聞くんだ。そういうのは多分ない。そっか。ただ友情とか愛情ってきっと俺にはよく分かってない。だけど俺がお前を好きなのは女だからじゃなくてお前だからなんだと思う。そっか。うん、ありがとう。あ、なんかグッとくるな。どうしようかな。こうちゃん誘ってくるかと思ったけど誘ってこないから誘おうか。久しぶりにね。もしもし。あ、光一くん、藤谷だけど。お、おう、お前か。なんだ、どうしたよ。1月30日に羽ばたき山でスキーしない？お、付き合うぜ。じゃあ1月30日にバス停で待ってるね。わかった。まあ落ち着け。じゃあまたね。お、じゃあよ。やった、早く1月30日が来ないかな。今週末のルカとのデートで心外状態になるじゃないかなと思ってるんだけど。今週はバッチリ頑張ったよね。最近決まってんな。悪かねえセンスだ。やったね。じゃあちょっとどうかな、早速行ってみますかね。隠れて全然見えてないけど、あえてね、めっちゃ、ひどい女だけど、あえてちょっとこうちゃんにもらった指輪をつけて、ルカとデートに行きたいと思います。あ、ルカくん。滑り込みセーフ。アウトです。走ってきた人はセーフ。もうごめん。ほら行こう。いいね、その服。そばにいるとホッとする。え、これ？うん、あったかいココアみたい。よかった、すごく喜んでくれたみたい。屋上ってなんか西部劇みたいだよな。ガンマンの格好あるかな。よしよし、いい子だ。行くぞ。よっと。近くで見ると結構大きいね。まあね、これでも6歳だよ。名前はセントクリストファーな、クリストファー。よろしくね、クリストファー。ほら手貸して。え、私も
そう、一緒に乗るんだ。でも大丈夫かな。大丈夫、こいつすごくおとなしくていい子だよ。そうだろ。本当？本当だって。ほらおいで。うん。やっぱお前最高。毎日こういう日ならいいのにな。今日の秘密のデート、ちょっと刺激的すぎた？送ってく。別にいいんだろ？友達が家に送っても。ありがとう。ここでいいよ。うん。来たか。じゃあね。うん。ルカ君、どうかした？辛い。ルカ君。俺、辛いよ。俺にも人並みの心があったみたいだ。こんな気持ち、知りたくなかった。ルカ君、私のこと。あ、バンビ、わかってるパターンなの？そして小悪魔がついたし、なんかほんと小悪魔だよ。あ、え、気づいてる、気づいてるの。うわ、めっちゃますますさ、あれじゃ、悪い女じゃん。ほんと小悪魔つくわ。そりゃ小悪魔もつくわ。あー、そうなんだ。あ、そうなの。そっか。なんかすごい、ちょっと雷がすごいんだけど、ちょっとなんか音がさっきから入ってそう。がさ、気づいてないパターンかと、なんか様子が変だったなみたいな、なんかそういう感じで終わりなのかと思ってたけど、普通にそこは気づくの。気づいてんのに、あ、小悪魔イベントが出ちゃった。小悪魔イベント出ちゃったし、はあ、重い。焼却炉までゴミ出しなんて、ゴミ出し2連発じゃん。ゴミ出しなんて男子に頼めばよかった。しおりちゃん、なんか重そうだね。あ、ルカ君。何してんの？そんなにたくさんゴミ抱えちゃって。あのね、焼却炉までゴミ出ししてるの、掃除の時間だから。へえ、意外。どうして？てっきりそういうのは召使いがやってくれるのかと思った。召使い？うん。なんかさ、お前ならクラスに何人かいてもおかしくない。もう、ところでルカ君は何してんの？俺？何も。何もって掃除の時間でしょ。そうだっけ、ルカ君。焼却炉に持っていけばいいんだっけ、そのゴミ。そう、お願いできるの？そう命令された気がしたんだけど、無言で。まさか。でもこのゴミ重くて。いいよ、俺持ってく。ありがとう。あれ、もしかして召使いって俺？ゴミ出しでしょ。重い。焼却炉までゴミ出しなんて男子に頼めばよかった。バンビ様。はい。突然すみません。あの、私たちカレン様の親衛隊の者です。そうなんだ。私に何か用？私たちカレン様とバンビ様の美しさについて日頃語り合っているんです。ね、ね。それで、ぜひバンビ様にお許しをいただきたいことが。何？姫とお呼びしてもよろしいでしょうか？姫って、どうして？だってカレン様さえ虜にしてしまうその気高い立ち居振る舞い、そしてあの悪名
ほら姫様。光一くん、見てたの？趣味悪いな。悪い。でもよ、あながちあいつらの言ってたことも分かんねえでもねえぞ。そう？どうして？そりゃお前、その腹の座ったとことかよ、野郎もビビらせる迫力っつうかな。ひどい。私女の子だよ。あ、いや悪い。ひどい。悪かったって。調子に乗りすぎたな。じゃあ罰としてこのゴミ焼却炉までお願いね。あ？はい、行った行った。姫ってより女王様だなこりゃ。いらっしゃいませ。レギュラー満タンで。ハイオク満タン、コウノツケで。当店は現金かカードでお願いしております。じゃあ出世払いで。ダメ。はい、ちょうどお預かりします。ありがとうございました。うん。それから？運転気をつけてね。それだ。そんじゃ。ありがとうございました。いや、これ普段と同じ会話なんだけど、なんか気まずくない？てか自覚するパターンか。今週はバッチリ頑張ったよね。最近決まってんな。悪かねえセンスだ。やったね。あ、また下校。バーンビ、一緒に帰ろ。あ、カレン、うん、一緒に帰ろ。やった、声かけて正解。行こ。はい、じゃあちょっとなんか盛りだくさんすぎる1週間でしたが、ちょっと多分ちょうどいいかな、時間的に30分ぐらいかなと思いますので、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。